プロ5年目の日本ハム、軍事優也保守が存在感を示している。前半戦は80試合に出場し打率1270、8本抜いだ、37打点、得点圏打率、328の勝負強さを発揮し、ファンは得点圏に強い心、足向けて寝れない、などと注目している。 軍事は境内で東京六大学の三冠王に輝き、2020年ドラフト4位で中日に入団。プロ1年目は開幕1軍入りしたものの、30試合で打率156と結果を残せず、翌2021年は9試合の出場ながら13打数6安打、打率462、オップス1.072と印象的な活躍を見せたが、 昨季は33試合で打率190と再び低迷。同年6月に山本匠投手と共にトレードで日本ハムへ移籍した。移籍後は53試合に出場し打率ドット254ながら得点圏打率353と活躍。今季も保守登録ながら主に三塁一塁で80試合に出場。打率10270。 8本、37打点。長打率383、オップス、700と堂々の数字を残している。出場試合数や本塁いだ。打点はキャリアハイの成績だ。躍動する26歳にファンは、トレードで獲得できたの信じられん。トレード遺跡の大成功例。来てくれてありがとう。足向けて寝れない。なぜトレードで獲得できた 本当に神、などとトレードで加入した26歳に感謝を示している。